皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回も引き続き、各話を紹介していくのぜ。まずは39話、父の仇、次郎全国指名手配。ついに指名手配されちゃったか。前回いよいよ決着をつけるべく、ヒカイダーとハカイダーの死闘が始まった。ただハカイダーの頭にある脳が、光明寺博士のものだと判明したため、ヒカイダーはハカイダーに対して、迂闊に攻撃することができなくなってしまった。脳みそが見えてるから余計に攻撃しづらいよね。でもそんなことなど当然、ハカイダーはお構いなく攻撃してくる。熱面攻撃、黒く五段返し、ヒロチン落とし。すごい、ヒカイダーにも負けない技のコンボ。でもヒカイダーも決して負けてはいない。銀河張り切れ、35話でパワーアップして身につけた新技、銀河ハリケーン。いつの間にかこんな技まで身につけていたとは。この新技で、サシモのハカイダーもタジタジとなり、その隙にヒカイダーはさっさと退散した。倒せないなら逃げるが勝ちってことね。その頃ミツコたちは、姿を消したジローを探してたんだけど、そこでジローが、全国で指名手配されていることを知る。前々回からいろいろやりまくっちゃったからな。いやー、賞金はかかってないけどもね。なんでもこの男は人間じゃねえって話んだよ。な？んだよ。だから見つけ次第誰でも勝手にぶっ殺していいんだな。この二人の警官は、コントラッキーセブン。こっちの警官の方は、若き日のポール・マキさん。おお、これはまたなんという豪華なゲスト。またさらに時を同じくして、ダークロボットのアンコー・ブラウンが暗躍していた。頭を光らせて子供を洗脳し、改造人間に改造することを任務としていた。子供を改造してどうするんだろうか。偶然にもハンペイとマサルも狙われてるが、そこヘジローが現れて事なきを得る。姿を消してる割に、どこにでもすぐ現れるのはすごいね。ようやくジローと再会できたんだけど、博士を殺した犯人として、マサルはジローを拒絶してしまう。信じられないんだ、僕はジローが信じられないんだ。マサル君、どうして分かってくれないんだ。あんなにジローを慕ってたのに、悲しいな。サブロー、お前の弟とでも思ってもらおうか。光明寺博士に作られた人造人間だというのか。嘘をつくな。とにかく俺はお前のようなポンコツじゃないってことさ。何？ここで初めて遭遇したこの二人、今にも一触即発状態になる。でもすぐにミツコに止められてしまい、その場から逃げ出すジロー。いろいろと辛いな、ジロー。正体をまだ知らないマサルは、サブローからデスホイッスルを渡される。デスホイッスル。そのホイッスルを聞いたら、俺はどこにいても君の前に現れる。そしてこの俺が、機械だをやっつけてやる。機械だをやっつける？ありがとうサブロー。ジローはお父さんの仇だもんね。ジローの立場がサブローにとって変わられてる。デスホイッスルはサブローを呼ぶためだけじゃなく、あらゆる機械の機能を停止させる特殊光線を発射可能。そんな機能まで。それから、アンコー・ブラウンから逃げてきた少年を助けるジロー。警察に追われることをわかりながらも、ジローは他の子を助けるために、サイドマシンを走らせる。めっちゃ警察に追われとる。警察から逃れたジローだが、今度はダークたちが邪魔に入る。戦うジローへ今度は、ギルの笛の音が聞こえて苦しめられる。でも今回は砂利の音によって遮られたことで、ジローは救われた。博士の時もこんな感じで、うまくいけばよかったのにねー。スカイダーへと変身して、サイドマシンで振り切るが、今度は白いカラスに乗ったハカイダーが追いかけてくる。くっそかっこいいなー。そのハカイダーすら振り切って、捕まっていた子供たちを助けるスカイダー。そこへアンコーブラウンが立ちはだかり、スカイダーと最後の戦いへ。そう簡単に逃がしてはくれないよねー。口からアンコー火炎を吐き、ヒカイダーを攻める。
しかしそこへ突然、消防士の格好をした半平が現れ、消火器で火を消してしまう。ありがとう、半平。なんのなんの、お代600円ぐらいいただきますから。あいた、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 抜けた、さよなら。邪魔しやがった、ずっと倒せろ。あ、こっちだ。ほんと神出鬼没だね。ガチで忍者の末裔なのかもしれない。これで形勢逆転かと思われたが、暗黒脳天下ちという技で、キカイダーの頭を挟んで破壊しようとした。そのでっかい口はこの技のためだったのか。凄まじいパワーで持ち上げられるが、すっぽ抜けて技から逃れた。ものすごい体勢だ。行くぞ、銀河アンケーン。珍しくデンジエンド以外の技で決着ついた。暗黒ブラウンは倒したものの、マサルが警察を連れてやってくる。今はまだ捕まるわけにはいかないため、ジローは助けた子供たちに見送られつつも、颯爽と去っていく。あんなにジローを慕ってたのに、マサルとここまで対立することになるなんてなぁ。ということで次は40話、危うしジロー、機能完全停止。機能完全停止。今回の敵はキリギリスグレイ。腹のスピーカーであらゆる音を3000倍に増幅する、キリギリスマッドサイクルという音波を放つ。その音波を電波に乗せてテレビに流し、人間を基地外にする、市民基地外計画を遂行しようとした。昭和といえばやはり基地外。でも作戦の要となるアンテナを、射精好きの少年、陽一に描かれてしまったため、その命をつけ狙う。なんという偶然。ある意味運がなかったねー。いつものように巻き込まれる、マサルと半平の二人。そこでサブローからもらったデスホイッスルによって、動きを止める。このアイテム便利すぎる。さらにマサルがホイッスルの笛を鳴らすと。サブロー助けて、こいつ誰か破壊みたいなんだ。なんだ、機械だを倒す時にだけ呼んでくれと言ったはずだぞ。だって。まあいい。かたじけないミスターサブロー。さあ、見な。逃がしやせんぞ。待て。なんだお前は。本当にデスホイッスル鳴らすと来てくれるんだ。ここで初めて、破壊ダーへの変身を披露するサブロー。機械ダーとは対照的で渋くて、いかにもダークヒーローって感じがめっちゃかっこいい。破壊ダーによって邪魔され、キリギリスグレイは退散していく。ダークヒーローらしく、なんだかんだで子供を助けてくれるところがいいね。それから再度改めて子供を狙うが。どうだ、ダーク破壊部隊キリギリスグレイ、子供に手出しをする奴は俺が許さない。貴様、この俺の相手になるというのか。なんか最近この展開なかったから久々でいいね。早速変身してキリギリスと戦う機械だ。キリギリスグレイは背中の羽を飛ばす必殺フェザーを発射。でも簡単に機械ダーに止められてしまい、逆に投げ返されてダメージを受けるキリギリス。思ったよりかなり弱いね。ただそこへマサルがやってきたことで、まずい展開になる。なんとダークロボットと戦う、正義のロボットであるはずのスカイダーの方を、あのデスホイッスルを向けて、動きを止めてしまった。まだキリギリスグレイと戦ってるのに。せずしてこれでマサルはなんと、キリギリスグレイに協力する形となってしまった。動けない上に変身も解けてしまったので、やりたい放題されるジロー。いくら父親の仇だと勘違いしてるとしても、兄と慕ったジローにここまでの仕打ちをするとは。その後当然笛を鳴らしてサブローを呼び出すが、ちゃんと見ていなかったために、キリギリスを止めてしまっていた。なんか面白い坊主で止まってる。肝心のジローは坂を転がっていき、ここで偶然近くを歩いていたミツコと出会った。別々に行動してるのにこの遭遇率。何の真似だ、破壊だ。俺を呼んでいると聞いたのでな。お前はキリギリスグレイの邪魔をしたそうだな。そんな話か。そんな話なら聞く必要はない。とー
己破壊だね。なんだろ、ギルにちょっと同情したくなる惨状だね。まあハカイダーだから、破壊するのが仕事だしな。確かにハカイダーが普通に入ってくるイメージないけどさ。その頃ミツコたちは、絵を東京のコンクールに出したいという少年の願いを聞き、少年に代わって絵を東京へ運ぼうとしていた。しかし当然絵を狙って、キリギリスグレイが姿を現す。なかなかしつこいやつだな。そこへまた、やはり駆けつけたジローによって邪魔されてしまう。君が本当に僕を信じられず、お父さんの仇を討ちたいなら好きなようにしたまえ。ジロー、僕は随分考えた。だが君にまで疑われて生きていたくない。バラバラにされた方がいい。ゾンビーズ、ジロー、後ろ。さあマサル君、その手掃除するで。ジロー、ここに来てすごいドラマ性が深くなってきたね。背後から再び襲いかかろうとするキリギリスだが、今度もまたサブローに邪魔される。なんだか逆にキリギリスの方が気の毒にもなってきた。しかしそれでも構わず、キリギリスグレイがジローに襲いかかっていく。ここでジローはキカイダーへとチェンジし、いよいよ最後の戦いへ。背後でサブローが見守る中、戦いを始めるみたい。あくまでキカイダーとは一対一を望むところが、またかっこいいね。普通に戦うと弱いキリギリスだが、ここで必殺の音波攻撃を繰り出す。しかもそこヘギルの笛の音も加わり、その効果が倍増されてしまう。キリギリスグレイの体内のスピーカーによって、3000倍に増幅されたギルの笛は、キカイダーの電子頭脳にまで激痛を与える。キカイダーがチェンジした後に受ける初めての苦しみであった。おいがキカイダー、ダグに忠誠を誓い、立て立って右手を上げるのだ。ジロ、それでいい。キカイダー、お前はダークの悪の戦士となったのだ。まずサブローになっているハカイダーを殺すことだ。まさかキカイダーに変身しても笛の音で操られちゃうとは。ギルに操られるままサブローに襲いかかるキカイダー。さすがに人間体のままでは勝てないため、サブローもハカイダーへとチェンジする。互いに専用マシンに乗り込み、激しいバイクチェイスを繰り広げる。やっぱりどっちもかっこいいね。マシンから降りて地上で戦うが、やはり決着はなかなかつかない。ここでミツコとマサルの二人は戦いを止めるべく、トロッコをキリギリスにぶつけた。これでキリギリスの音波攻撃は止まり、正気に戻るキカイダー。しかし、戦いを始めたハカイダーが止まることはなかったが、ここで血液交換による時間切れとなり、白いカラスに乗ってハカイダーは去っていった。やっぱり今回も決着つかなかったか。散々邪魔されたミツコたちを狙うキリギリスを、キカイダーが止める。あまり強くないため、一方的にキカイダーにやられるかと思いきや、両腕のハサミで首を締め付けて、キカイダーを苦しめた。最後の意地とばかりに頑張るね。お、今回の決め手もまさかの銀河ハリケーン。戦いを終えたジローは、改めてマサルと向き合うべく、デスホイッスルを返した。さあマサル君、僕は君にまで疑われて生きていたくない。ジロ、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 マサル、マサル君、じゃあジロー、ジローを信じてくれるのね。ジロー、ジロー、ジロー。
い部隊キリギリスグレーはキカイダーに倒された。だが光明寺博士を救出できるのはいつか。次郎は行く果てしない戦いの道を。よかったよかった。いろいろあったけどようやくマサルとは和解できたのね。マサルと和解し、いよいよ次回からラストバトルへ向けて加速していくこととなるな。というわけで今回はここでキリがいいので、ここまでにしようと思うのぜ。それではまた。ミツコとマサルは父光明寺博士と再会する。だがそこはダークの地下牢だった。助けに向かう次郎に破壊ダーとの宿命の対決が、そしてまたダークの赤時代釜が待ち受ける。果てしなき戦いに次郎は不覚にも赤時代釜の地雷に触れバラバラにされてしまう。果たして次郎は死んでしまうのか。また光明寺親子の運命は。次回壮絶次郎空中分解をお楽しみに。